자시청자여러분좋아요구독부탁드리겠습니다끝좋아진것같은데ほんまに風間の親父がそう言ったんか。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだいたのか。いえ、兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。なども、俺が言った。リキア、お前は一旦沖縄に帰れ。え、俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今まだあの A の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何、白鵬会の会長が百鵬会の뭐야と。おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああすみません、実は今回のゴタゴタうちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任。ええ。돈、次돈많다그러던데돈으로또해결하러왔구만。간다。어これはどういうことだ。돈이아니었어돈인줄알았는데난돈이아니었거든 キリュウの野郎、絶対許さねえ。何すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おくれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。しゃがしゃボケ、おのれがチンタラしとるから、キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩吹っかけるようなことするからこんなことになるんです。はあ、おのれみたいな西洋かぶりの説教なんじゃ聞きたないんじゃこら。よし、チレジコとはずっとロコシね。おい、ミネ、おのれんとこの兵隊とかね、うちに回せ。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。
何やと、もっぺん言うてみやくれ。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないして、おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。何やと、成り上がりの分際で。あなたに一つ言ってなかったことがあります。いや、こんな私、こう見えても結構強いんですよ。こんな人やっけ、そうじゃんだこ。みんなあんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。방에서 죽이지 말라니까. 떨어진 데인데 왜? 간다のような男, 필요 이상に 大きくしてしまったのは私です. 手洗い方法を取りましたが, 錦山組の一件, これでけじめとさせてください。 私は今のうちに東条会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカか。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東条会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。うちわの落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前、つまり私の行動の全ては東条会の未来のためにあるということです。
大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。결국은 저 미네 쪽, 제 미네가 마지막에 좋아할 것 같은데? 제가 지체한 거일 수도 있어. 처음에 얘기했지만. 소다나. 이 뒤에 누가 또 있는데? 지금 그게 안 나왔지, 아직. 기류! 그리고 지금 다이코가 처음에 총 맞았다 했는데요. 지금까지 안 나왔어 한 번도 모습이. 진짜 총 맞는지 안 맞는지 모른단 말이야. 그러잖아. 총 맞았다고 해놓고. 뭐나. 아마 그러니까 소문만 그렇게 내는 걸 수도 있지. 누구도 확인 안 됐으니까. 그것도 배웅이야. 그냥 알아서 가라면 되지. 가라이드. 뭐? 쫓아갈 건 아니야. 시끄럽게 떠들지 말고. 아니키. 어. 아니키. 시끄러. 아니키. 타미야, 신뢰하지 않아. 1년 전쯤 미술이 말한다 얘기했는데 하지 않잖아. 이번에도 결국 똑같은 결말 알겠어? 아니지. 아니지. 어, 가자, 가자. 가자, 가자. 그리고 가자, 가자. 송선번. 아니지. 어, 고원 부르라고 이 자식아. 이제 부서 불러고 난리야. 부산다 돌아오라고. 고만 불러, 고만 불러. 맞대 구다사요. 뭐, 맞대 구다사이 무슨 뜻입니까? 어? 맞대 구다사이 이거 무슨 뜻이야? 기다려 달라 드린가? 역시 뭐하는 아저씨야. 자, 니키바시 거리. 티슈 나눠줄 사람이라 했죠? 티슈. 맞대 구다사요. 티슈. 이분인가? 이 사람인가? 일단 내면은 보기가 올. 어, 깜짝이야. 야. 쳐다보지 마. 쳐다보고 있어. 자, 물티슈. 자, 여기서 한번. 옷이 나는 사람이 어딨어? 어, 있다. 응? 응? 말해요. 찍어. 뭐야, 이거? 아, 닌자라고? 여자네? 버튼 액션.
どうも。はっ、よろしくお願いします。お願いします。はっ、どうぞ。はっ、はい、お願いします。 S、 あー、あれ、あー、 S でちょっと、え、なに、사사가 복제 이동력의 괴물이니까 발놀림 다수의 성격 다수를 성격 쓰는 게 괴물이니까 이거 미라메이터 이거 해야 돼. 불쾌가 기다. 그치, 기다이다. 기다 그치. 오케이, 이건 한번 해볼까. 스웨이 미우스 이 정도 것 같은데. 오, 우와, 와다, 와다, 썰거라고만. 자, 얘를 봐야겠다. 맞아, 새끼야. 아, 아, 그래요. 아, 시작하자마자. 아, 아, 이 새끼야. 마음에 안 들어 이거. 아유, 씨. 아, 뭐야, 가일이야? 아, 뭐지, 그게 맞아? 아, 터치, 치지 마라, 치지 마라. 어? 아, 무슨 씨. 아, 알아라, 피해, 때려. 오. 어, 아, 뭐야, 지금 어디 자꾸 붙였어. 나 남자 싫어해. 아, 일로 와. 뭐야, 빨리 보내버려야겠네. 어, 쫄따복도 보내야겠어. 오라, 알아. 일로 와. 일로 와. 가자! 나! 뭐라고? 아이. 뭐야? 뭐라? 일로 와. 그치, 오케이. 끝. 너 나왔지, 이 새끼야. 야. 야. 가라! 일어나. 일어나라고. 오죠. 오, 오. 하나, 둘, 뭐야, 아, 깜짝이야, 야. 와, 뭐야, 이거 뭐 하는 건데, 이거? 뭐 하는 건데, 이렇게 쎄? 돼지같이 되시기. 그래, 새끼야, 예의 배워. 아, 돈 내놔. 집에 가, 빨리. 어, 빨리 공원 가. 여기를 걱정하지 마. 나빠가 여기 이렇게 하라고 걱정이다. 이 새끼가 저기 쫓게 파악되지 않아. 공평의 문제가 아닌 것 같아. 부탁한다, 리키야. 네. 네, 알겠습니다, 형님. 맡겨주세요. 그럼 돌아가보겠습니다. 그래, 빨리 정리하고 가겠다. 전화 왔네. 오시오시. 소다. 안다. 大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ。一年前にあんたの秘書の東馬から聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD。基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからイゾード開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。イゾード開発を再び止めるということか。そうではない。
だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。ミレニアムが毎日会議をやった。その前に持って俺のところまで来てくれ。いいだ。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。아다트씨방위성장관에참여하게전화왔습니다뭐라고왜전화하세요저도모르겠습니다다만역시공통의내부에아직정치과연결된세력이있는것같습니다저는지금또국회의상에가서참여하러만나고있습니다만나러가더니너무슨수로참여한사람을보겠다군요잠깐만키류나도같이가자다트씨지금어디입니까세레다가같이가는게좋겠군요세레앞으로기다려주세요알았다금방나가도록하지자다테를만나러세레로가네요근데여기는왜서브키가없지지금서브키도좀나왔으면좋겠는데약국가서약좀사겠습니다약을좀사놔야될것같아요그리고가다보면열쇠같은것도많을텐데여기열쇠가이렇게많이안보여열쇠열쇠그리고남쪽소바거리가소바가게가어디야자약국약좀사고어아직가게마다다있는구만하나씩다들어야겠습니다이랬세이아저씨약좀주세요약어뭐가낫지조금효과죠3000에이걸로사자히트랑같이차니까둘셋여섯여덟여덟개아이가또어지금아피괜찮네소바가게가어디야아검색해서찾아볼까가라오케가라오케이뭐야아저기가보다저기아니야혹시맞아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 응아래자버튼을치워네모와오손보라미오쳤어 오닦았다아에오도전부터그래손에들고있던소바다그것이없었더라면훌륭한해제시작때착지로인한위력이없어져버린것발끝에돌진의때위력은엄청나고뭐야이거뭐야돼이건가典型が지자지자지자오아니저거에서어떻게저게생각나저걸어떻게저걸생각을하는데 어말이돼게임하다보니까이제는좀괜찮은것같아처음에진짜이상했어저뛰는거키류가시죠내가잠깐만혹시아프리카또방송장치바뀐거아니지마이크로오케이스트리미스뭐야올라가는데밀레니타워오케이오케이갑시다나가나가나가
뛰면은 자꾸 뭐라 불러. 천천히 가래. 왜? 케이스가 없어. 3월 초에. 왜? 왜? 어? 어. 아무도 없었어. 자, 보급맨 났어요, 보급. 보급들이지, 얘네들. 돈 주는 보급애들. 세야! 마세! 아, 안 되겠어? 몰라. 아, 오랴! 세이허! 어허! 자, 당신이 뭐 하고 있어? 이렇게 스쿨 갈게. 네, 알아! 세이야! 빠세! 몰라? 빠세! 오랴! 오랴! 일어나! 일어나! 원, 투! 19만 그냥. 아이, 타오리는 돈 달라고 또. 어? 시그널 쓰면 돈을 줘야 될 거 아니야. 돈으로 돈, 돈, 돈. 뭐. 어. 오케이. 응, 전국밖에 안 줘요. 없어. 케이스 같은 거. 오키나와 쪽으로, 나중에 오키나와 가서 거기서 미션이 좀 나올 것 같아. 캠 끄고 있었다. 저쪽 좀 앞으로 가고, 가까이서 좀 봐야겠어. 어? 빨리 갑시다, 아씨. 저기 있다, 저기 있다. 기류, 카즈마씨 되십니까? 그래, 당신이 탐해하고 보낸 사람인가? 네, 타미야 장관님 제 3비서를 맡고 있는 히가키라고 합니다. 아, 그쪽 분이 분명. 그래, 다 됐다. 기루와 내가 형세수첩도 알고 지냈지. 기자분으로 가는 건 좀 아무리 속됐다고 현지 장관이 동성 회장의 전 회장을 만나는 거잖아. 나 여기 두고 왔다가 상처를 발휘해서 멋대로 기사를 쓰겠어. 미안하지만 다테스도 가야겠어. 오늘은 기사를 안 쓸 거니까, 다트씨. 그렇죠? 어, 그렇지, 뭐. 알겠습니다. 차에 올라타시죠. 그래, 준비됐다. 어떻게 준비할 게 많아? 그냥 가면 되지. 오, 이거 어디야? 국회의사당 같은데? 국회의사당? 思っていたより若いな。そっちは？京浜新聞社の伊達だ。鈴木と東条会の癒着を追っていた。ふん、あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか？いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で道島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺も
あのリゾート開発が止まればいいと思っている。 なんだと？あんた何を言ってるんだ。あのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか。そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？그럼처음에유스는뭐야？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。うん。俺もお前たちに頼みたいことがある。何を聞きたいんだ？아또그음성좀계속나와라그냥어에이씨음성지원요즘기본인데뭐하는거야참여할부탁에대해서아나오는구나あんたの頼みたいことってのは何なんだ。二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは。一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったってなんで過去形なんだ。トーマは2週間前勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ。トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ。極道だよ。何？搭乗会直系白鵬会会長峰義孝だ。峰が？おい、それどういうことなんだ。こうなった以上、トーマからミネに秘密が漏れる危険が高い。その前に、あいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か。そうだ。そうならないよう、あんたに止めてほしいんだ。その男とは？風間ジョージだ。あ、형제っす。쌍둥이야？ほかに聞きたいことはあるか？참이야진짜뭐다이거쏜범인범인이아까그개잖아어물어보자물어보내가다이거を撃った犯人を知らないか。それは俺にも分からん。そうか。그조지아니야？あの風間に似てるって男のことか。素性も目的もさっぱりだからな。ああ、待て、風間だと？そいつが堂島大吾を撃ったのか。何か知っているのか。いや、し、처음부터차례대로물어봐야지、テレビ나오겠다。俺も知っている風間と、お前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが。教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは、一体誰なんだ。風間ジョージ。お前のいた搭乗会の元幹部。風間組組長、風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに、弟が？あれ、親同性で。知らなかったのか。完全とか生きてるんで。ああ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり？ああ。両親を早くに失った風間にとって、弟、ジョージは、血を分けたただ一人の兄弟。何者にも代えがたい存在だったからな。ん？
風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ。あの兄弟はどういうことだ。あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。まさか風間の弟の職業って警察？警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ、同じ釜の飯を食い日本という国の未来を共に案じた人間が、かたやこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、かたやアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだあんた。もしかしてジョージと俺は警察庁の同期、唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟は？今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ親父さんの弟が大吾を撃ったというのも計画のためだったというのか。おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ。今も警察の下で動いてるのか。違う、あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を。あいつはアメリカの CIA、 アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか。先生、너의진짜목표뭐냐あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ。うん、俺の本当の狙い、それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かか。そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー、それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか。さすがは分野だ、よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ。知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値。日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶、沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に。
日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと、一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああそうだ、そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？世界最新の兵器開発、それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってる奴ってのがブラックマンで？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら、世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術、奴らが指を加えたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか。沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと。ダミーとはいえ、俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、やつに利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり？ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか？そんなものは小っ端の政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。他に聞きたいことはあるか？뭐겨려워소리가무시기시작해자 CIA 왜 CIA가 風間の親さんの実の弟、その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾をつかんで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると？ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり大吾や中原といった人間を撃ったのは親父さんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなこと？今回の一件、 CIA の諜報員への命令は1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること、2、そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち？そう、お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかしておはちゃん柏木を撃ったのも CIA だ。おやすさんの弟はどうして日本人なのに
そこまでして風間へ過ごるもるにかジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全てお前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東条会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか。フロモリジェボハナナマチョミネーファネスジ CIA の記事をやってるね。まあ、うんこや。ちょ미국기지확대때문에자이제하나남았다미네토마가기지확대법안을통과させるために리조트개발의토지매수를頼んだ先が아노미네다というのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によれば、リゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東条会の組織ってことになるはずだ。うん、だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ。基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ、同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東条会を使ってか。ああ、CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そして東馬は峰にリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権、その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながっていることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東条会の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東条会の連中ミネとも知り合ったというのは？だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。トーマとミネは
互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だった峰が東条会を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で東条会の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。え、マジマグ、ミネが、내가보기엔최종목표일것같아요。マジ느낌이。沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。そうだ、トーマを守ってやってほしい。いやいや、ノーマンファーニャ。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ。奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？この3、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない。日本人が古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ。わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。最後にやってくれるか。あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに。沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。沖縄に行くな。中部での沖縄였어요。パブルチョが아니었어。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか。鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする桐生。行くしかないんだろうな。あれ、いざしそうなんだろう。아수백명있어서상관없어그냥行くしかない。다때려부시면되는거그냥あの SP とやらどこまでやっていいんだ。죽이지마。あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ。あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのはみな総理大臣になりたいもんなんじゃないのか。じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか。トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか。
아닌데요? 確かに가만히있으니까회장됐는데키류는가만히있다가 키류는가만히있다가회장되지않았어아하또시こ, これすげえ数だぜ伊達さんここは俺がなんとかさあんたは裏口から出ていった飛ばんかよなんだとあんたは記者だ名刺を見せれば裏から出られるはずだ半チロそれじゃあセトロもし俺が捕まったら結構あ真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれキリュウ頼んだぞ行くぞ몇명이야진짜이거다생각한다고야이지랄한다지 야너무한거아니야어아무리그래도아니뭐야왜뭐야아저기다운밀리구나아멘피가야피는착착다피잖아아아아저기요이새끼들아치사하게우리너어어오케이오케이오케이막아막아호호어야차아아우귀찮네오오아야밀지마씨밀지마밀지말라고어밀지말라고알았어알았어안볼테니까어아오허어어아야아야아막아서막아서야아니적당히아유미친놈아오케이야어야적당히하라고어오케이허아아오아야절로가자절로가자아아아아아아아좀일로와야농촌으야신나게저기수준비로어그래아아뭐야안움직여어아씨아우한대맞으면뭐야몇대는계속맞는구만어어야진짜가라가라아어디야뭐야아아어야이씨어제씨왜중국인들만던졌나진짜으아어야힘빠져알아일로와맞때린놈아이뭐야잡았어어뭐야차아아야언제까지싸워야돼야그냥막때려아그래가자피하고때리고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 피하고피하고자피하고때리고와피하고아너겁내많이다네이거어피하고때리고피하고때리고피하고때리고피하고피하고때리고일로와야씨뭐진짜짜증나아씨뭐야야갔었어약을
야, 이거 이씨 전기축기 이거 깨면 금방 깨는 거였구만. 와, 진짜 짜증난다. 진짜 짜증나게 만들어. 돌다케 카즈가 있다. 어우, 마지막아. どこだ。おお、よかった。てっきり引き殺してしまったかと思ったわ。ええから早乗り。ああ、手を振ってよ、マジ。